ナスダック、新たにビットコインとイーサリアム指数の提供を開始。世界的取引所ナスダックが提供する4万以上の指数を誇るグローバルインデックスデータ GIDS にビットコインとイーサリアムの価格指数が追加されることとなった。先月はブロックチェーンスタートアップ企業のシンバ4社に対しシリーズ B 投資ラウンドで2000万US ドル、約20億円の資金調達を成功させたこともあり、今後もナスダックの動向には大いに期待したい。XRP のユースケースに特化する XRPL へ出資。リップル社の VC 部門スプリングは14日、中小企業を対象に XRP の実用に特化した XRPL へ出資を行ったことを発表した。 XRPL の創設者兼主導開発者は、開発資金が充実することにより、これから2年間、我々は XRP のレジャー、XRPL の開発コミュニティ、中小企業に向けた XRP のユースケースに関連するツールの開発に注力することができるようになる、と語っている。米商業銀行 CEO、 仮想通貨市場の展望を語る。米商業銀行ギャラクシーデジタル社の CEO マイケル・ノボグラッツ氏が、機関投資家がガストリーや先物取引などの発展を通して仮想通貨市場に今後6ヶ月から1年をかけて参入してくると予想した。同氏は2017年末から2018年初頭にかけて弾け飛んだバブルが多くの投資家にとって痛手となったことを認める一方、ビットコインに対する確信が変わらないようだ。ビットコイン先物などに連動する ETF 商品の申請取り下げに、ビットコイン先物や日本円建ての短期債券などに連動する ETF 商品の申請企業が米 SEC の勧告により米時間12日に申請を取り下げていたことが判明した。コインデスクの報道によれば、 SEC のスタッフはインベストメントカンパニーアクトオブ1940という法律の下で仮想通貨の関連投資における登録は不適切と見ている模様だと報じた。楽天の三木谷氏が代表理事の連盟仮想通貨規制に関する要望を提出。新経済連盟が暗号資産の新たな規制に関する要望を金融担当大臣宛に提出したことが明らかになった。提言内容で最も注目されるのが、藤巻議員も安倍政権に対して国会で主張する仮想通貨税制における総合課税から税率 20% の申告分離課税への変更に関する提言だろう。日本の経済界を代表する新経済連盟が政府の金融担当大臣に直接提言を行った意義は大きい。